昨夜はよく眠れた？あれ？まだ寝てるの？おはよう！朝だよ！早く起きて牛舎に行きましょう！素敵だよ。めぐみもよく頑張ってくれた。また次もよろしく頼むよ。お疲れ様。1階にお風呂があるから入ってね。ねえ、これから富良野に行かない？新富良野プリンスホテルで熱気球に乗れるんだって。行ってみない？富良野はバスに乗ればすぐだよ。それじゃ行こう。ドキドキしてきちゃった。私気球に乗るの初めてなんだよ。それじゃあ私と一緒だね。それ聞いてちょっと安心しちゃった。あ、準備ができたみたいだよ。行ってみよう。間に終わっちゃった気もするし、すごく長かったような気もするし、でもすごかったよね。え、何なの？変なの。どこまで話したんだっけ？あ、そうそう。あっという間に終わっちゃった気もするし、すごく長かったような気もするし、でもすごかったよね。私きっと一生忘れないよ。ふわーって体が浮いて、風がビュンビュン吹いて、今まで歩いていた地面がどんどん遠くなって、乗る前は怖くてドキドキしてたけど、今はなんか嬉しくてドキドキしてる感じ。え、なになに？いいよ。あっという間に終わっちゃった気もするし、
すごく長かったような気もするし、でもすごかったよね。私きっと一生忘れないよ。ふわーっと体が浮いて、風がビュンビュン吹いて、今まで歩いていた地面がどんどん遠くなって、乗る前は怖くてドキドキしてたけど、今はなんか嬉しくてドキドキしてる感じ。こういう風に素敵なことをたくさん経験するのが大人になるってことなら、私早く大人になりたいな。明日札幌に帰っちゃうんでしょ。残念だな。一緒にもっといろんなところ行きたかったね。約束、絶対だよ。あ、もう時間だ。夕方の搾乳しなくちゃね。地球、すごかったね。あ、もうこんな時間、そろそろ夕方の搾乳始めなくっちゃ。だよ。めぐみもよく頑張ってくれた。また次もよろしく頼むよ。入っていい？あのね、今日すごく星が綺麗なんだ。だから一緒に見ようと思って、私の部屋に来ない？ここから見える星がすっごく綺麗なんだ。ほら見て。東京から引っ越してきて一番びっくりしたのがこの星の綺麗さだったんだ。そして思ったの、東京の空ってやっぱり汚れてるんだなーって。こんな風に星を見てると、昔の人たちが星を見ながら一つ一つに名前をつけたり、その星にまつわるたくさんの物語を作ったのもわかる気がするんだ。あのね、なんでもない。え、どうしようかな。あのね、こうしてると思い出しちゃうんだ。小学校の頃にね、好きな人がいたの。私、空で一番明るい星にその人の名前つけて、明日もまた会えますようにってお祈りしてたの。同じクラスだったから会えて当然なのに、毎晩毎晩お祈りしてたの。バカみたいでしょ？で、ん？そう？どこまで話したんだっけ？あ、そうそう。でも中学生になって、授業でその星の本当の名前を教わった頃、その人外国に転校しちゃったんだ。その人にちょっとだけ似てるよ。もうこんな時間だ、そろそろ寝なくっちゃ。明日は最後のお仕事だね。一緒に頑張ろうね。
大変だ、生まれるぞ。予定日はずっと先だったはずなのに。やったぞ、メスだ。本当によかった。花黒二号も頑張ったわよね。あ、見て、もう立ってる。おはよう。昨夜は大活躍だったよね。でもさ、ゆうべお父さんを呼んでくれなきゃ花黒サンゴ危なかったんだよ。昨日生まれた赤ちゃんの名前。さあ、最後のお仕事を頑張ろう。4日間、本当にお疲れ様。君がいてくれたおかげで助かったよ。本当ね、花黒三号の命の恩人ですものね。クロちゃんにも上等の鰹節あげたんだ。私たちはこれ。牛乳豆腐って言って、お産をした後の初乳を固めたものなのよ。食べてみて。そうだ、めぐみ。夕方の搾乳は父さんたちで何とかするから、お前は彼を送っていくといい。
夜までに帰ってくれば、途中多少の寄り道はしても構わないよ。本当？それじゃあ私海に行きたい。ねえ知ってる？ルモイには黄金岬ってところがあるんだよ。真っ赤な夕日で海が黄金みたいに輝く、すっごく素敵な場所なんだって。行ってみよう。それじゃ、めぐみのことよろしく頼んだよ。東京の小学校にいて一番良かったのは温水プールがあったことかな。だから私、クラスで一番泳ぐのうまいんだよ。ねえ、競争しよっか。ゆうべ、新井さんのことお母さんに話したよ。責任持って育てるなら、うちで飼ってもいいってまた家族が増えちゃった。海の向こうは外国だよ。生きてるうちに、いくつぐらいの国に行けるかな。だってさ、不思議じゃない？ちょっと飛行機に乗ったら、言葉も顔も食べ物も違う人たちが生活してるんだよ。私が今まで行ったことのある国はグリュック王国ぐらいかな。知ってる？帯広にある広にあるテーマパーク。雨降ってきたみたい。お別れの雨なのかな。4日間すっごく楽しかったよ。さよなら。さよならって言葉はまたねって意味だよね。また美瑛に来てね。私待ってるよ。